今日も一日お疲れ様。あれ、どうした？何かあったの？僕に話してくれる？全部聞くからさ。ね？うん。うん。うん。ああ。うん。うん。そっか。それで落ち込んでるんだね。大変だったね。大丈夫。君は全然悪くないよ。そんなことがあったら誰でも同じように思うから。そうそう、今話してくれたことノートに書いておくといいよ。何があったかと、それでどう思ったかは分けて書いてね。そうすると気持ちがちょっと落ち着いてくるよ。やってみて。じゃあそれを書いたら、もうあんまり考え込まないでゆっくり休んで。美容のためにもね。おやすみ。